ああ、マダガスカル行きたいな。マダガスカル行きたいな。マダガスカル、それマダガスカルまだ助かるがないと事前に。はい、キムリです。どうしたどうしたどうしたよ。やばい。どうした。ほんとごめん。何したんすか。え、ちょっとお前にも迷惑かけるわ。やばい。やらかした。ちょっとやっちゃったな。いや、ほんとごめん。なんか仕事でミスったとかですか。ダブルブッキングとか。週刊誌すっぱ抜かれた。すっぱ抜き？やられた。スキャンダル？スキャンダル。ああやばい。嘘。これやばいなマジで。とうとうそんなグレードに来ていたのか俺たちは。あなた個人ですか？個人？いや、父親。うん？ん？父親の年収が週刊誌にすっぱ抜かれた。年収かーい。年収かーい。ぶち抜き。ぶち抜き？ぶち抜かれた。年収がぶち抜かれた。ぶち抜かれた。盗まれてんじゃねえか、ぶち抜かれたら。やばい。終わった。そのあなたのお父様、松井俊弘様のことですか？はい、そうです。松井俊弘の年収がばらされました。世の中に。それは何ですか、やっぱ令和ロマンの松井けむりの父親はこんな年収だったんだ。っていうことですか。いや、日本のサラリーマンランキングが出てしまいました。日本のサラリーマンランキングが出てしまいましたって聞こえたぜ。出てしまいました。マジ？はい、東洋経済によって。東洋経済雑誌のですか。はい、東洋経済法です。週刊文春法みたいに東洋経済法くれました。東洋経済も財宝を持ってたんですね。はい、無事にくれました。持ってると思ってなかったけどな。あら、そこに全部乗っちゃったんですか。全部乗りました。そんなのしていい、いいの。知らないんですけど、あんまり。サラリーマンの年収っていう、そのどうやって調べたってことですか。その東洋経済が役員報酬ってものが、四季報に、毎年乗ってたらしいです。四季報って何、あの就活の時にみんなが見てるやつ。そういうやつです。あれになんか偉い人のは乗るってこと。はい、部長とかは乗らないけど役員とかの報酬は。役員は、あ、なるほどね。乗っけなきゃいけないんだ。毎年乗ってたみたいです。じゃあ、今までのも分かってたってこと。はい、それに東洋経済が気づきました。いや、今年初めてランキングだったわけじゃないでしょ。どういう意味。俺たちが初めて気づいたんだ、それに。はい、ランキングされた。ずっと乗ってたらしいです。それはちょっとやばいじゃない。やばいじゃないのよ。迷惑かかるかもしれない。今までだってね、そのぼかしてぼかしてさ、はい、総資産の方で何兆とかさ、はい、言ってたじゃない。言ってましたけど、そのあなたとは遠い額で言ってたけど、そうです。お父さんの年収ってなるとこれ、あなたの家がどれぐらい余裕があるか明らかになっちゃうぜ。そうなんです、そうなんです。それでへこんでんの。凹んでるし、うん、まあ、ちょっとこれからコンビとしての活動も、うん、いや、ちょっとまあ支障出るかな。出る？そんな出る？その先週出て。いや、その言うて、なんかそんなあの金持ちみたいな、うん、漫才してても、うんうん、なんかその額より上の額はもう二度と言えないかもしれない。その大喜利とかね、うん、ふざけてやってたけども、うん、ガチの額出ちゃったから、うん、その額超えた瞬間嘘つきになっちゃう。ああ、そっか。お笑いじゃなくて嘘つきになっちゃうの。嘘つきになっちゃうから。かわいそうに。師匠も出るかもしれない。引退しないじゃん。引退しようじゃん。引退、うん、引退どうか。じゃあ一応発表してもらっていいですか。お父様の年収、まあ発表というか、まあ実際ではもうネットの海には放り出されてるわけです。我々は知らないですけど。放流されてます。もういろいろ憶測はあったけども、正確な数字が出てるわけですね。放流されてます。それでは、お父様の年収、オープンザプライス！ドゥルル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 ル
でででん。一億八千じゃん。一億八千百万かーい。一億八千百万かーい。すげえ。すげえ。お父さんの額、一応完成します。いや、それ安いときの言い方何か感じ一応完成100万って高いから。そうなんです、そう書いてあるんです。あら、それはもう、それで何ですか、それをいただいてる額ってことですか。そうですね、報酬ですから。そう、手取りみたいなことなんですか。手取りとかそういうのじゃ全然ないと思います。そこは抜かれてはいるんです、はい、税金とか払って、はい、ってことですか。はい、はやすごいこと。すごいですね。ランキングで出されちゃってる。バレちゃった、完全に。はい、何位だから。僕のお父さんは、うん、日本、うん、245位。高いな。日本の、だって日本の全部でしょ。全部。の245位でしょ。高いな、だいぶ。サラリーマンとしてってこと。サラリーマンのランキングだと245位。245位、すごいね。だってさ、フィファランクだと。どんな感じ。めちゃくちゃ低いだろ。めちゃくちゃ低いだろ。国連加盟してないだろ。アンドラとか、アンドラとかめちゃくちゃ低いから、スペインとこのなんかあの隙間にあるやつ感じも。もっとでかいやつとか。この曲をサラリーマンよりでかい世界の245位でないと、凄さ伝わらない。何だから、その何、その YouTube のチャンネル登録者ランキング245位は誰。知らないし、調べて出ないかな。245位までは誰、どれぐらい。ちょっと日本の YouTuber だと、中山きんに君のザ・きんに君 TV ぐらいです。すげえ。すごい。すごいかわからないです。きんに君 TV ってこと？わからないです。わからないですけど、246位が、あのビートボクサーの第一です。すげえ。すごい。ヒューマンビートボクサーの？そうです。俺らが初めて知ったヒューマンビートボクサーの。俺ら世代の人が。そうですけど。本当にすごい人の？そうですね。すごいじゃん。まあまあそうね、やってんだ。やってるよ。ブンク大大ブンク大証券大ブンク大和証券ブンク大和証券やってねえよ。やってるってやってる、やってるってことなわけねえじゃん。やってるってこと。やってるってことなわけないじゃん。あのさ、あのデンデンデレレデンデンってなって、デレレデン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 ってなって、パソコンがバンってあって、そこの株の取引のボタンがあって、株を買う買わないってボタンがあって、買うにカーソル合わせて、デレデンデン、いやーって買ってるってこと。ないじゃん。何わかんないの。お前が勝手に例えて、お前が勝手に例えてその順位の中で、やーちょっと同じことしてるわけないじゃん。え？じゃないよ。そのだから、あの株がバーって、株の数字がバーって落ちて、暴落だ。暴落だ。五時だ、ね。ってこと？中山筋肉が五時のチャイムだったら五時だっていう。やつやってないよってこと。やってるわけないじゃん。あの株のさ、レートがさ、ピーって乱高下してるさ、レートのさ、横にさ、口を置いてさ、この株価がさ、吸い込む食べない格好のみたいな。トラックでやってんだよ。トラックでやってるの。中山筋肉が道走るトラックの横に口上げて、こうやってトラック食べるとやってる。それやってるってこと。やってるわけねえじゃん。お父さんが。なんでだよ。やってねえって。それが違う。日本のサラリーマンで245位だったの。ごめんなさい、意識が混乱してた今。日本のサラリーマンで245位だった。なるほどね。でもすごいことだ、これは。負けてらんないね。何が。俺らも。俺らも。目指せ。うん。芸人の日本ランキング245位。結構上の方ではあると思う、それは。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。